2016年10月に公開された舞台月歌鬼譚夢見草の物語が原作版の豪華声優陣によってよみがえる。ドラマ CD 版夢見草がついに登場。新た、葵、陽、夜を中心に描かれる命と絆の物語。新たは怖くない。俺はみんなと一緒にいたいんだ、最後まで。